どうも皆さん、こんばんは。今日は久しぶりに、YouTube チャンネル用に、動画を撮ってます。実は昨日12月14日に宮崎ダンマサークルでこちらのね、本をテキストにしたゆる猫仏教オンライン講座という、1時間ちょいぐらいのちょっとした勉強会というか、勉強会になってるのか分かんないですけどね、経典についていろいろ僕がうだうだ話す会がありまして、そこで総部経典の、不満総経というね、デワタサンユッタに入ってる経典についてお話ししたんですけど、ちょっと僕の中で消化不良だったので、昨日のスライドを見ながらもう一回ちょっと話をしてみたいなと思ったりして、あと、それからは、他にも、いろいろとお話ししたいテーマのことがあったので、ちょっと動画を撮ってます。それで、今、背景にもね、画像として出してるんですけど、一つ嬉しいお知らせというか、キャンプファイヤーの方で、クラウドファンディングの形でですね、スマナサーラ長老の、パティパダという日本テラバダ仏教協会の機関誌にずっと連載していたサンユッタニカーヤ総部経典の、デワタサンユッタ、女神との対話というふうに日本語訳してますけど、その法話31編の法話をまとめた、31、32かな、正確には、の法話をまとめたですね、ちょっと待って、32もあったっけ。32な。はい。32ですね。多分、法話を まとめた本、今作ってます。サンガ出版が一旦その営業停止になって、再建してサンガ新社という形でスタートしたんですけど、その出版第1弾ということで、今、編集作業のお詰めでもありますね。まだデザインとか上がってきてないんですけど、内容的には本当に素晴らしい、いい本になると思います。でそれでクラウドファンディングの形で、事前予約と特典付きで、あといろいろ支援のプランを用意して、皆さんに呼びかけたところですね、開始から1週間ちょいですかね、で、これだけの150万円の第一目標が達成されました。あと1月ぐらい期間があるので、ネクストゴールというのを設定して、引き続き、クラウドファンディング続けていきたいと思いますね。こういうクラウドファンディングの本を出すっていうことによってですね、事前予約で売上のある程度見通しがつく、売上というかその収益の見通しがつくということと、あとそのいろいろな形で本作りにみんなで応援できるっていうね、特に仏教の本っていうのはなかなかそのおいそれと出版しにくいところもあるので、仏教の本、みんな志を持った人が集まって、みんなで応援して本を出すっていう流れをね、一つここで作っていけたら、出版という業界というか、ジャンルがね、一つ盛り上がっていく、仏教書がその中でも特に盛り上がっていくっていう一つの契機になるんじゃないかなと思いますよね。今はネット時代で、情報っていうのはいろんな形で得られるので、本っていうその、媒体ですね、一つの形を、取ることによって、そこにいろんな人の思いがね、そこに集約されて、すごいみんな、喜びの気持ちでもって、本作りに関わっていけるっていう、そういういい循環を作っていけたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。何はともあれ、第一目標達成、おめでとうございますと、参賀新社のスタッフの皆さん。あと今本作りに、ね、関わってくれてる皆さん、本当にありがとうございます。何よりスマートフォロー、素敵な法話をいつもご提供いただきありがとうございますという気持ちです。ということで、まず喜ばしいニュース。次がこちらですね。これもですね、12月の2日の日に、もうちょっと2週間ぐらい経っちゃったんですけど、アメトークっていうね、番組ですね。昔、雨上がり決死隊がやってて、今、蛍原さんだけやってるのかな。
司会やってる、まあ、人気番組ですね。その中であの本屋で読書芸人っていうそういう、まあ、あの番組があって、それ本好きの芸人さんたちがいろいろ本をプレゼンするっていうそういう番組ならしいんですけど、私あのテレビうちにないもんでちゃんと見てないんですけど、そこであのゾフィーというお笑いコンビの上田晃平さんという人がこの怒らないことをですね、激推ししてくれたらしいんですね。その結果として、怒らないこと、Amazon の書籍の総合ランキングで、一時期5位まで上がってました。その後ちょっと品切れになっちゃったりしてちょっと順位下がったんですけど、総合5位になった。あと楽天ブックスの方でも文庫の1位になったりして、今も結構ランキングの上位の方にありますよね。それで事前にその取り上げられることは版元さんにも知らされていたし、まあ、あとに放送日時についてはちょっと曖昧だったんですけど、私の方も知らされてました。ただその一応そのアマゾンとかにも在庫補充してたらしいんですが、あっという間に売り切れて、急遽3回に分けて2万5000部増刷されまして、まあ、累計でも3万部以上、出てると、まあ、最近の書籍、スマラサー町の書籍ながらダントツに売れてますよね。もちろんその怒らないことっていうのは2006年に旧三河出版の方から三河新書っていう形で出て、まあ、その前はね、怒る前に読む本っていう小冊子がありまして、初代の協会の編集長をやってた根森さんという方がね、スマラサー長老の法案をもとに作った小冊子なんですけど、まあ、それが結構評判が良かったんで、三河新社で新書のラインナップ出したいって時にこれどうみたいな感じでお勧めした記憶がありますね。でそれをもとに、まあ、あの高柳さんというライターの方にも入っていただいたりして、スマラサー長老に追加取材して、いろいろ細かく解説していただいたりして、作ったのが怒らないこと。でそれでまたあの三河出版が、営業停止になって事実上ね、あの破産しちゃったんで、じゃあちょっとこの何度か三河出版の本を一冊でもレスキューしなきゃということで、大和消防さん、まあ、他にも何社かねお話しいただいたんですけど、結果的に大和消防さんの方で増補版、関東にね、あの前書きの原稿ですね、を初めにという原稿ですね、を追加して、あと内容もかなり細かく精査して、ブラッシュアップした、文庫版をね、出しました。で、まあ当初そんなに数動かなくて、次回作も、もうちょっと売れないと厳しいねみたいな話してたんですけど、このあのアメトークのおかげで火がつきまして、おかげさまで今後とも、まあ、大和文庫さんの方のラインナップで長老の本2作目3作目も出していけるんじゃないかなというふうにちょっと勝手に川残業しているところですね。本当に嬉しいですね。それでまあ嬉しいっていうことなんですけど、あの最近僕あのあれですね、Amazon プライムで昔の日本映画をよく見るんですよ。でそれたまたま、まあ、鈴木清順って僕結構好きな監督で、ちょぼちょぼ昔の映画を掘ってるんですけどね。でその鈴木清順の昔の作品で、あの春風伝っていう日活映画ですね。1965年の僕が生まれる前に作られた映画なんですけどね。野川由美子さんという非常にグラマラスな女性の方が主演の映画で、この鈴木清順と野川由美子さんのコンビっていうのは、実はあの河内カルメンっていうものすごい改作というかですね、カルト映画がありまして、武隈健太郎さんが絶賛してたカルト映画なんですけど、それを見て非常に僕もファンになって、それで鈴木清順と野川由美子だったら絶対これ見なきゃと思って、 Amazon プライムにたまたま入っていた。しかもなんかカスタマーレビューも一件も入ってないようなですね、映画だったんですけど、それを見てみたら結構これがすごい話ですね。一応ここにあのあらすじみたいのを僕なりに書いたんですけど、まあ、中国の天津にいて、まあ、男性に裏切られたある女性
はるみっていう名前だったかながですね、そこで愛に敗れてですね、男の裏切りで愛に敗れて、で中国北部の前線慰安所ですね、まあ、その頃あの日中戦争で日本軍は中国に進駐してですね、まあ、そこで侵略してあちこちでドンバチやってたわけですけど、そこの前線慰安所に流れ着いた、まあ、ある意味自暴自棄になって流れ着いた日本人女性、まあ、これは野川由美子さんが演じてらっしゃるんですけど、でそこでですね、ある若い、兵士に会うんですね。で、まあ、ある意味恋心を抱くんですけど、ただその兵士がですね、まあ、生きて旅衆の恥ずかしみを受けずという先人君と言われる、その日本の兵隊をですね、洗脳したそういう文章があるんですね。兵士は格あるべしと、軍人格あるべしというの、そういう文章があって、それを叩き込まれて洗脳されてたわけですけど、先人君に洗脳されて頭ガチガチになっていたその兵士をですね、まあ、彼女が何とかし愛の力で解放しようとして一生懸命頑張るんだけど、結局挫折してしまうというとても悲しい苦い物語なんですね。で、まあ、これツイッターに書いた文章をちょっと加工したんですけど、まあ、連帯責任制でですね、一人が何かしくじるとその部隊の全員がその報復というかですね、処罰対象になったりとか、そういう陰惨な陰湿な旧日本軍の暴力的な体質、そしてまあ先人君で洗脳されているようなですね、そういう抑圧ですね。それからそのこの晴海というですね、野川由美子さんが演じる、まあ、日本人慰安婦なんですけど、まあ、慰安所にはやっぱご存知のようにその朝鮮半島出身の女性たちもたくさんいたわけですね。でその彼女たちがそのどういう経緯でその慰安所に連れてこられて、どういう目にあったのかということに通じてですね、まあ、その国際問題になったり、あるいは人権、女性の人権問題ということでね、非常に最近も、最近というか1990年代ですね、前の世紀からずっと引きずっている、非常に重大な問題で、まあ、それについて話すだけでいろいろ紛糾しちゃうんですけど、そこで、まあ、朝鮮人慰安婦が、まあ、その待遇面で非常に差別を受けていたこととかが、まあ、描かれたりとかですね。これはもう1965年、戦後20年の時に作られた映画ですから、もうそういうことを生々しく知ってた人たちが作った映画ですから、まあ逆に嘘は書けないんですよね。そういう朝鮮人慰安婦に対する差別とかですね。あとは討伐と称してですね、そのゲリラが潜んでるっていうふうに目をつけた中国の農村をですね、焼き打ちして、まあ、住民を殺したり、虐殺したりとかですね、する、その日本軍の諸行が描かれたりとか、そういうことに対して批判的というかですね、そういうもの耐えられなくなったインテリの、いつもその哲学の文庫本を読んでる、インテリ兵士がですね、脱走して、八路軍、パーローっていうふうに言われてるんですが、その共産ゲリラですね、の、軍隊の方に脱走して、逃亡して、そちらの方の協力者になると。まあ、そういうふうになった日本も結構いたみたいなんですよね。そういう中国大陸での、日本軍の在り方、そこで暮らした、慰安所で、壮絶な体験をした女性の生き様っていうものが、まあ、その鈴木清純監督のものすごい、なんていうかな、独特の映像美ですね。この主人公の野川由美子さんがですね、その自分の恋する兵士を助けるためにですね、銃弾が飛び交う 夜のですね、塹壕地帯をですね、なんというかその、着物の姿でですね、失踪する画面が出てるんです。そこがすごく美しくてですね、圧倒されてしまうような、まあ、ただ映画そのものの完成度としてはやっぱりその、まあ、昔のその2本立てで上映されるのが前提の、まあ、蘇生乱造されてたような時代の映画なので、まあ、あちこち歌詞はあるんですけど、それでもなんというかその引きつけられる映画だったんですね。で、なんでこの話をしてるかというか、もうちょっと待ってくださいね。それでですね、まあ、この映画実は非常に、日本の映画史において結構重要な映画でもあって、しかも忘れられてる映画でもあって、この春風伝っていうのはですね、もともと
田村康二郎さんという方の小説が原作になってるんですね。で、これは実は朝鮮人慰安婦を題材としてした作品、私まだ読んでないんですけど、なんですけど、まあ内容が非常に微妙というか、差し障りがあるということで、GHQ のよって発禁処分にもなった、そういう小説らしいですね。それでこの作品は実はその1950年に暁の脱走っていうタイトルで映画化されます。でこのリコーラン、という名前でも知られる山口敏子さんという方がですね、主演で新東宝の方で映画化された作品なんですね。で、まあ、四方犬彦さんの日本映画史110年ってこの本によると、まあ、この作品はまあ、もともと黒澤明がですね、脚本をこの監督の谷口監督に提供して、まあ、その中ではちゃんと原作通りに朝鮮人慰安婦というが主役だったんですけど、この GHQ の下部組織であるこの CIE 民間情報教育局というのは、この当時日本は GHQ の占領下にあったので、ものすごい細かくですね、言論統制をしていたんですね。検閲と言論統制していたんです。そこでまあすごい検閲を受けて、まあ原型とどまらないぐらい脚本を変えられてですね、でこの元リコーランの山口さんが演じる主人公のヒロインの女性はですね、日本人の慰問歌手、戦地慰問をする歌手という設定に変更されたということなんですね。という意味で、まあ、この暁の脱走自体はその日本の映画史の中でも一つのエポックメイキング的な作品らしいんですけど、私はまだ見てませんけど。でそれから15年後に、鈴木清純監督の手でですね、再度英語化されます。その際もですね、やっぱり主人公は日本人慰安婦というふうに、変更されたんです。やっぱりその当時もやっぱり、日本と朝鮮半島の微妙な関係というのをそこにもしかしたら、何かが反映してされてたのかもしれないし、まあ、朝鮮人慰安婦が主役の映画を作っても客が入らないとか、いろいろそういう工業的な理由があったのかもしれない。それはちょっとよくわからない。もうちょっともしかしたら深掘りしてみると、分かることがあるかもしれません。その時はまた皆さんにもお知らせしたいと思うんですけど。で、野川由美子さんが主演されたんですね。日本人慰安婦という。ただ、この映画の中ではですね、朝鮮人慰安婦、先ほどその差別的な待遇を受けていたことも描かれたと言いましたけど、その朝鮮人慰安婦がですね、非常に重要な役回りしてて、セリフももうその映画のクライマックスでですね、ものすごい本質的なことをズバッと言ってですね、ものすごいなんて言いますかね、我々に強い印象を残すという場面があったりしますね。ですので、ぜひこの映画、Amazon プライムで今プライム会員の方は無料で見れますので、90分もないぐらいの映画かな、まあ割とちょっと時間があるときに見ていただければなと思います。それで、なんでこの話をしたのかなっていうと、この映画では、その先人君、この日本の兵士を洗脳してですね、いたずらにその、死に向かって自分を投棄していくというかですね、そういう日本人のその兵隊のとかというかその軍隊の在り方をですね決定づけたと言われるこの先人君、まあ、有名なのは生きてる余習の恥ずかしみを受けず、ですからまあ捕虜になるぐらいだなってはいけない、まあ捕虜になるぐらいだったら死ぬまで戦えみたいな、そういうことでめちゃくちゃなその戦場の論理を押し付けていたということが有名なんですけど、この中にですね実はこういう一節があるんですね。怒りを抑え不満を制すべし、怒りは敵と思えと古人も古の人も教えたり、一瞬の劇場悔いを口実に残すこと多しというこの言葉が載ってるんですね。これはまさに怒らないことという教えなんですね。で、この映画のクライマックスに
整列した兵士の前でですね、将校がこの先人君をずっと朗読する場面が出てくるんですね。そこでですね、この一節が流れるんですね。怒りを抑え不満を制すべし、怒りは敵と思えと個人も教えたり、一瞬の劇場悔いを口実に残すことを知っていうのを朗読してるんですね。その辺整列してる精神、それを聞いて僕はハッとしてびっくりしたんですけど、先人君というこの、まあ、ある意味で日本軍の非人道的なですね、あり方を決定づけたと言われる文章の中にも起こらないことが説かれてたということですね。で、まあちょっと思ったのは、もしかして日本人が起こらないことっていう、もう本、まあ島田さんちょうど他にもいろいろいい本たくさん出されてますけど、特にこの本が売れてるっていうのは、実はまあこの先人君的な意味で、そのお上に絶対服従とかですね、そういうあの批判精神を持たないとかですね、そういう日本人のある意味奴隷根性みたいなところに働きかけてるところももしかしてあるのかなというふうに思ったりもしました。まあ本作りにね、自分が関わって本が売れて嬉しいなとかって言ってる反面、なんでこの起こらないことだけ売れるのかなっていうところを考えると、もしかしたらそういう日本の負の歴史、負の精神性みたいなものがですね、そういうベストセラーの後押しをしてるんじゃないかなっていうことをちょっと思ったりもしたわけですね。はい。まあ、これもツイッターに書いたことをちょっとリライトしたんですけど、スマラサー長老の怒らないことが再評価されている昨今ですけど、怒らないことっていうのも、それだけ一人歩きするとハラスメントや巨大な暴力への奉仕につながりかねないことは注意しなくてはならないと思う。怒らないことは自分自身の修行だが、他者への抑圧や自己欺瞞に転化しがち。要するに感情の抑圧ってことですよね。まあ、私全然怒ってないよって言って、めちゃくちゃ激怒してる人みたいなのも割と仏教界隈にいたりしますし、なんかね、要するに何でもかんでも、まあ自己欺瞞のためのツールにしちゃうっていうのは、別に仏教に限らず、何でもそうですよね。人間のその悲しさというか。安易に偉い人を怒らせないこと、理不尽に泣き寝入りすることという文脈に変換されてしまう。もちろんだから怒らないことの本をよく読んでいただければ、逆に怒らないでいかにその理不尽と対決するかっていうね、そういうケーススタディも書かれてるんですよ。だから全然そんなことは言ってないんだけど、だけど大体本っていうのは買われても読まれないことが大半なので、この怒らないことってただ単にタイトルのスローガンだけ消費されるっていうのも結構あるんですよね。まあ、だからこそ誤読も含めて俗世間に広く受け入れられる素地があるテーマなのだろうって、まあこれは自分で書いたことですけど、まあ、そういうとこもあるのかなと。だからまあ本が売れて、これで仏教についてね、興味持つ人が、仏縁が、結べる人が増えて嬉しいなと思いつつ、まあでもやっぱり売れるっていうのはやっぱりそれだけの、正しい理由だけではないだろうと。まあ、もっとその日本人の、まあ日本人というふうに言ってはいけないかもしれないけど、まあその先人君のね、先ほどの言葉と重ね合わせるならば、やはりこの日本人の、だってその当時は徴兵制ですからね、もうほとんどの日本人の男性はこの先人君に触れてたわけですよね。でそこで怒りを抑え不満を制すべし、怒りは敵と思いと個人も教えたり、一瞬の劇場悔いを口実に残すことを知っていうこと、これはもうずっとみんな吸い込まれてたわけですよね。まあ、それからもう戦後80年も経ってますけど、でもやっぱりその当時のね、価値観が良いと思って生きてる人も未だにたくさんいるわけですよね。だからこそ自民党長期政権がずっと続いていたりとかね、まあ起こらないことと同時期に文庫化されたね、日本国旗でしたっけ、百田直樹さんの、まあいろいろ問題があるという歴史修正主義とか言われてる、そういう本もバカ売れしてたりするわけですよね。だから日本国旗と、怒らないことが一緒に同時期にベストセラーになってるっていうのも、まあそういう日本人の負の精神性の
現れというところもある。でももちろんだから否定すべきってことではなくて、まあ売れることは本が自分が作った本作ったというかね、自分が関わった本が売れることはすごく嬉しいし、それでスマルサーチの他の本も売れてほしいと思うけど、まあ、それだけではない、もうちょっと苦いというか、複雑な、経緯がこの売れるという現象には関わってるんだろうなと思ったりも、しました。そんなところで、もう30分以上経ってるので、この辺で一旦切って、本編の方に入りたいなと思います。